皆さん、こんばんは。ゲ営コンサルタントの中野です。今日は、2023年、えー、9月 <coughs> <coughs> <coughs>、えー、もう24になっちゃいましたね。皆さん、いかがお過ごしでしたでしょうか。まあ、僕の方はね、 あの、相変わらずですね、あの、やってます。はい、あの、暑いですね、毎日ね。少しね、涼しくなってきたんですけども、まだまだ全然暑いなと思ってます。はい、それでね、ドル円なんですけど、見てください、149円。148円ですね、あの91円。 はい。いつの間にかね、148円の工房から149円の工房に変わってましたね。まあだから、ここの線ですよね。1回、1回1回2回。 段階で上がっていっちゃいましたね、1 0プ p s ねで、ここで、うん、もう149円16000円ぐらいついたんですよね今日の夕方ぐらいですねで、今148円休止さ、まあ、これ上がっていっちゃいますね、このままね150円、151円、152円 160円、170円。<laughs> 160円、170円いったですようけど、180円いくとガソリンって、ガソリン1リットルと同じ値段だからね。ちょっと、<laughs> ちょっとびっくりだね。どんだけ。 円が弱いのかなと思いますけどね。円が弱いのか、ドルが強いのか、ドルが強いんだろうな、これ。ドルが強いんでしょうね。まあ、円が安いのも確かだ確かにね。うん、だって、倒産してるからね、日本はね。ずいぶん昔から負債の方が多いからね、資産よりね。資産よ,より、 日本全体のね、資産より負債の方が多いから。<coughs> 昔から倒産状態なんですよね。うん、ただほら、支払いだけをしてるから、デフォルトになってないだけで、いつ支払いできなくなるか。まあ、そう遠くないですよね。うん、で、これ、まあ、またね、 まあここでやってますけどまあレンジ組むかもしれないですよねレンジ組んでこうやってまた これもね、レンジ組んで、ちょこっと上がって、また落っこってきてって。まあ、これもそうですよね。レンジ組んで。やってますよね。まあ、ですから。まあ、上に行くことは確かですね、もう。あの、で、まあ、日銀のね、介入が怖い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 言ってるんだけど、介入は、まあ、前回、<laughs> 前回同じとこですね151円ですね151円過去の実績がないとなかなかできないんだよね介入ってねなかなかねただまあ今もやってるんだと思いますけどねちょび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  <laughs>

ショートは助かんないんですよ。ロングは助かりますけどね。ほっとけば助かるから。僕もこの辺でロング入れてね。まあ200ピプス、マイナスになっちゃいましたけど。ほっといたら、ほっといたらもっともっ,とっとプラスになりましたからね,ね。うん。まあだから十分にね、余剰金入れないとダメですけどね。うん。 いいと思います <laughs> まああと仮想通貨ですよね仮想通貨がどうなるかってことなんですけども、えー、動きないね動きなしでよろしいかと思いますはいこの1週間ね動きなしと。 だ、まあ、んだん上がってて下がってはいないからね。うーん、380、389万円だしね、いいかなと思いますけど。うーん、あんまりね、もう下が、下がんないから上がるんだろうね。うーん、まあ,あ、あっという間に、こういうのもね、あっという間にね、あっという間に、ほっとくとあっという間にいっちゃうから、こうやって。前回のこれ、890、うん 790万かあ。あっという間にいっちゃうからね、1000万、2000万とあっという間にいっちゃうから、まあ、そろそろ買っといた方がいいかもしれないね。ビットコインはね。うーん、ビットコインなんだけど、あの、まあ、すういう話があってね。あ、難しいと。まあ、国債というか、 国際通貨として、まあ国際デジタル通貨としてね、やっぱりまあ仮想通貨がいいと。いいよね。それ以外だってセキュリティ危ないから。だから、ピアトゥーピアのさ、ブロックチェーン構造が一番いいんですよね。で、やっぱり信用あるのはアメリカ製のビットコイン。 まあ、最近ね、セキュリティ強化されてるからね、これ。昔のビットコインと違うからね、これね。で、サリアムいいでしょ。あと、リップルね。体の枝はいいけどね。まあ、こんだけなんですよね。こんだけ。じゃあ、あとどれがいいかっつったら。あとはみんないいサリアムベースなんですよ。 イーサリアムベースがビットコインベースですね。まあ C とて言えばだってカルダネイダラってあのー、カルダネイダラってイーサリアムの共同会社が分裂して作っただけだからね。イーサリアムベースなんですよね。それでロシア製なんだよこれはね。ロシア製で今ロシア製ロシアとアメリカ険悪でしょ で中国もアメリカ製 iPhone 使うなって言ってるでしょだからあのアメリカもねロシア製の使うなって言うはずなんですよでカラダレー,ー <laughs> <laughs> これ創業者らロシア人だから2人とも、うん、これがねまあ今戦争やってるからちょっと危ないかなと <laughs> ここはアメリカなんですよね。そういう意味でね、これ非常に残念ですけど、使われないと。いうことで、あのビットコイン ETF ってあるでしょビットコイン ETF ってさ、あの投資信託か、投資信託、ま <laughs> <laughs> 仮想通貨の投資信託なんですけど、今申請してるんだけどね。まあ、これビットコインだけじゃなくてさ、イーサリアム。イー、イイーサリアムとさ、リップル。この3つ申請されてるんですよね。で、カルタネニでネタは申請されてないとで。これはまあ、もともとダメですよと。でこれどんどん下がってくれる値段ね。 これまた0.6円とかになっちゃうかもしれないね、これ。で、イーサリアムダメでしょ、これ。イーサリアムはビットコイン、だから ETF 化されないんですよね。だから、年末年始にさ、ETF 化されるのはビットコインとリップルなんですよ。 ETF 化されると何が強いかっていうと投資信託なんですよね。でみんなさおじいちゃんおばあちゃんってさ投資株式投資ってやってるけど自分でさ口座開いてパソコンガチャガチャなんてやってないんですよ、うん。若い人もやってないですよ奥さんなんかもやってないんですよ。みんなさ野村とか大和が電話,か電話かけてきて「どうですかね買わないですかね投資信託」とか。 まあ、大企業のね、日本の企業の、あの、一年利回りの債券買いませんかねとか、そういうの言ってるんですよね。うちのかみさんなんかに、ね、も、もうしょっちゅう大和党の村から電話かかってきて、あの、今回何百万満金になりましたとかね、何千万満金になったので、このお金でどうですか、次、この新しいあの投資信託できたんです。まあ、投資信託って ETF のことだからね。 新しい <laughs> 今今までね、仮想通貨の ETF ってなかった、<laughs> 仮想通貨の投資とくってなかったわけですよ。でも、<laughs> 初めてできるわけでしょう。で、大体、まあ、プロがやんないと大体赤字になって終わりだよね、株式なんかもね。 GMO とかさ、まあ楽天証券とかね、松井証券とか日興証券でね、あのデイトレードのさ、証券口座開いてね、じゃあ自分で金貼ってやるかっ言ったところでさ、お金、お金なくなっちゃうわけですよ。それより、まあね、自分でやればさ、100万が1000万だった一1億、1年で1億になったなんて、ね。 ザラにあるわけですよね。だから1年で100倍になったんですね。100万が100倍で1億ですからね。ザラにあるわけですよ。でも、それはザラに捨てて1万人に1人ぐらいで、大体は0円になっちゃうけどすね。0円とかマイナス抱えちゃうわけですよね。で、投資選択だとプロがね、運用してくれるので、まあ、100倍にはならないし、2倍にもならないわけですよ。まあ、10倍。 1.1倍になれば同じでね、プラス10%とかね、1年でプラス10%とか、だから、まあ、金入りにすると、だから年利10%だよね、大きいよね。<laughs> <laughs> まあ、債券なんかもそうだけど、まあ、ソフトバンク債券なんてのは今、危険だから、まあ15、15%で運用してたりするし。<laughs> ソニーなんかもね、債券 <laughs> 年利3%、4%って高いのあるからね、うん、ソフトバンクなんか8%とか15%とかね、結構危険な利回りで潰れんじゃねえかって話でね、まあ大丈夫いつも帰ってくるんだけどね、ちゃんとね。<laughs> ただよく考えたところでさ、1年間ね、1000万預かったところで、まあ、15、150万しか返ってこないんですよね。プラスね、1150万にしかならないわけですよ。100万預けたところで、115万しかならないわけですよね。その、ドキドキしたところでね。だから、自分で松井証券とかね、楽天証券開いて、<laughs> あ 株式投資すればね、まあもっといくはずだっていうのはあるかもしれないし、まあもちろん FX なんていうのはもっともっと1日で2倍3倍になりますからね。うん。海外、特に海外 FX はね、まあ余裕のポンちゃんですからね、1日で2倍になるってね、100万が200万になるとかね。うん。だから100%年利まあ比利100%だよね。日利100%ってのはあるからね。 ただ、まあ、そんなのじゃなくていいよと。お金は十分にあるし、100億円持ってるから、100億円をね、明日200億円にして返してくれなんてそんな危険なこと言わやらないと。ね、1年かけて、<laughs> <coughs> 10% <coughs>、ね、100億円、預けて、10%したら、 110億円になるわけですよ。1年間で。<laughs> 1>, 1年間で10億円返ってくるわけ。で、これの、税金引くと、108億、8億円になるわけでしょ。<laughs> <laughs> それまたね、一、あの、一生で使いきれない8億円が、またこの1年間で増えちゃってると。 ね孫にやるかとか、そういう話になるけどね。だからそ,そんなね、8%とか6%でいいんですよ。年、年率、年率。だから、本、真の億万長者は、あの、ETF なんですね。投資信託なんです。自分でやらないんですこんなね。どうせ失敗して,て殴れちゃうから。ねほ本当にやるのは、プロに任せときゃいいんです、トレーダーに。 でトレーダーは、あのー、会社組織でやってるんでね、自分、<laughs> 自分の例えばビットコンにテープが大損害受けなくなっちゃっても、他のやつでリカバリーするから、リカバリーするようになってるから、ちゃんとね、仕組みがね。だから全損ってのはありえないんですよね。組織としてね。そうするとさ、 まあ年内にね、年内ね、ビットコインとさ、リップルが e t まあ証券化してさ、等身高化してね、<laughs> 日本全国、野村証券、大和証券がみんな電話するんじゃない。おじいさんおばあさんとか、富そうに。そうすると大変なことになりますよ。だって、 男性預金でさえもう1500兆円あってね。都市建物とか全部合わせると、あれですよ。日本人の個人の資産っていうのは、もう5000兆円ぐらいあるんですよ。5000兆円。で、それのね、ちょこっと切り崩して、ビット、ビットコイン買われてみてください。リップル買われてみてください。な、な、 いいくらにななるかかわですよビットコインの時価総額は、うん、1000万10万100万1000万1億10億100億1000億1兆10兆75兆しかないんですよ75兆しかないわけですよで75兆日本のおじいちゃんおばあちゃんのタンス預金は1500兆あるんですよ 75兆しかないですよ、ビットコイン。70。だから、少なくても、まあ、150兆円はビットコインに入ってくると思うから、3倍にはなりますよね。じゃあ、リップ。<laughs> リップだっていうと、100万、1000万、1億、10億、100億、1000億、1兆。 3兆9千まあ4兆円しかないわけですね。4兆円しかないわけです。4兆円しかね、リップルの時価総額は。で、少なくても、日本のタンス預金1500兆円のうちの、40兆円入ってくるんだろうね、リップルにね。 40兆円いやこれは入ってくるよ40兆円ぐらいはね1500兆円だからねそうしたらこれ10倍になるわけ740円になるわけね最低でですよ俺はこの場合の1500円いくと思ってますけどね一瞬で一瞬で来年にはね 1500円。来年の年末には1万円になると思ってる。リップル1万。<laughs> 本当ですよ、これ。内緒ですよ。 134倍ですね。夢ですね。夢じゃないですね。だからリップルなんだろうな。リップル裁判終わったしねなん。何もないからね、今リスクはね。で、なんとリップルっていうのはビットコインよりも先に開発されてるんですよ。はい。知ってます ?2012 年。 2003年ぐらい2002年ぐらいから開発が進んでるんですよねはいあの足回りはあのクライアントサーバー方式そして上,上回りねレイヤー3以上があれですねんレイヤー3以上があれですねピアとピアだったかな ちょっと忘れましたけどね。そして、えー、ビットコインは、4倍ですね。まあ4倍、まあ年末にはね、これ75兆円でしょ。だから1500兆あるから、あそうだな、ね、150兆。年末には多分2000万だと。来年ね、2000万だと思うな。 そうすると、いくらになる ?3000380 万円ね5.26倍しかならないですね5.26倍ちょっときついかな うん、ない。リップル100万円買ってれば。えあい、100万円買ってたら1百一億3400万になるのか。うん。ビットコイン,ビットコイン100万円買ってても、526万しかなんないからね。で、しかもね、いいのはね、NISA に、 にニー a 使えるからねニーサニーサ限度額なくなったからニーサ使えば仮想通貨の税金問題がゼロになるからね仮想通貨今、あのー、税金4000万以上だと55%だからねまあ分離所得税20%じゃないからね あのー、マックス55。55%だからね。これが0、0%になりますんで、ニーサー使ってください、ニーサーニー i もうね、多分、日本人最高ですよ。これ、ビットコイン、仮想通貨。あのー、ニーサー使えば55、55%の、 税金が0年になるから、海外で、海外に、あの、引っ越すことをしなくていいですから。で、投資信託ですからね、NISA はね。だから、あの、内緒ですよ、これ。バカ売れ間違いないんですよ。今日買った方がいいですよ。あの、明日どうなるかわからないですよバカ。バカ売れしちゃってね。 はい。じゃあね、ちょっと今回はね、この辺ぐらいにしてですね、またね、明日、あの、秘密の情報をね、ご連絡できればと思います。それではチャンネル登録とグッドボタンお願いいたします。千葉県松戸市より、トム・クルーズがお伝えいたしました。失礼します。バイバーイ。